全部一緒なので、ここに刺す。あれ？え？出航！よーい！いつもありがとうございます。模型のロマンを探索する模型所探索です。今回は護衛艦出雲を作る68号を組み立てます。この動画は大人向けの模型作りです。14歳以上を対象に設計されています。おもちゃではありませんのでご注意ください。これまでの護衛艦出雲を作るの組み立て動画は再生リストからご覧になれますのでよろしくお願いします。おお、久々の光ファイバー。そしてチャンネル登録、いいね、評価、出雲ありがとうございます。それでは早速作っていきます。頑張っていきまーしょい。はい、68号は久々に甲板に LED を取り付けるということで、ここにも久々って自分で言ってる。 LED 取り付け作業なので慎重にやりましょう。それでは今号のパーツは光ファイバー3本で、これはね同じものです。7本入りおみくじ。そして LED ライトは白が1234、黄色が1個、あとは何やら書いてある。はい、黄色が1個あります。それと LED ライトの基部とネジ、パーツは全部ありました。それではまずこの基部にライトをつけます。これが向きはこっちが3つ信号機みたいになっちゃうけん、信号機、この黄色を信号機の方じゃない方、じゃない方なんだ。黄色は、この黄色はここ。信号機の方は白3つ。で、こっち。信号が黄色だったら分かりやすかったね。の反対です。分かりやすい方の反対です。で、ネジで留めます。ちょい固めだな。で、これをちょっとだけ持ち上げ、おっと、これ持ち上げようとしたらこれも持ち上がる。これをちょっとだけ持ち上げて折らずにちょっとどかして入れます。こっちもちょい固めです。はい、できました。で、裏返してこっちの信号の3つの方にこの光ファイバーをつけます。まずストローを取ります。はい、ストローを取って全部一緒なのでここに刺す。あれ？え？え？穴の大きさが全然、え？でもね、え？
一緒か。あれ初めて、穴の大きさが全然違う。ちっちゃい。え？どうしたの？初めてなんだけど。あ、入った。一個だけ余裕で入った。ん？どうしたらいい？こっちを広げる？わあ、入りそうにない。汗かいてきた。あれ？ちょっとここ削っていいかな？え、そんなことある？削れない。怖くて削れない。お、いい感じ。いい感じに削れてる。あれ？よっ。違うんかな。はい、なんとかあと2本入れましたけど、初めてね、この基部を削りました。こんなに入らんかったのはね、初めてでした。ちょっとね、だいぶ苦戦しました。はい、それでは次、この看板を裏返します。ちょっと置けないので、ブロック、タッチミーブロックをこうしてつけるとこは、ここの2箇所、ここに、向き違う？あ、違った、ここか。え？ここの隣、あ、ここか。こことここですね。全然違った。こことここにつけます。こっち向きにして、この LED はどかすんか。これを左にどかして、で、ここにはめます。あれ、全然違った。ここだった。よし、ぎゅ、はい、取り付けできました。こんなにいっぱい、21本もどこ行くんだろう。この辺にビャーって行くんかな。はい、じゃあ今回はこれで完成です。特にまだどこにも入れないので、これが折れないように気をつけて保管したいと思います。じゃあこれ何色に光るかちょっとやってみたいと思います。はい、それではちょっと光らせてみたいと思います。いきます。何色に光るでしょうか。3、2、1、見えるかな。ポチッ。あれ、光ってんのかな。これが赤いね。あんま見えない。ちょっと真っ暗にします。ピッ。うわ、めっちゃ光ってた。すごい綺麗。じゃーん、イソギンチャクみたい。あともう一個は赤と青みたいなので、この線は間違えないように
配線しないといけないっぽいですね。うわ、すっごい。こうやって束ねて やるの初めてじゃない。うわー、すご。めっちゃ綺麗。じゃーん。はい。あれ。よし。それでは最後まで見ていただきましてありがとうございました。護衛艦出雲を作るの組み立て動画は再生リストからご覧になれますのでよろしくお願いします。そして次回は69号、甲板に LED ライトを取り付けるということで、またもう2束 LED ライトが来るみたいです。お楽しみに。それでは、タンサックではしょっちゅう模型作りの生配信をしています。チャンネル登録をして遊びに来てくれると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。タンサックでした。またねー。タンサックの動画をご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルではレアゴスティーニさんの週刊シリーズやガンプラなど模型作りを紹介しています。また週に2回 YouTube ライブも配信していますので遊びに来てください。よかったら励みになりますのでチャンネルの登録よろしくお願いします。そしてチャンネルの登録がお済みのあなたは高評価ボタンのポチをよろしくお願いします。またねー。